するしない。皆さんこんにちは。さあ、この M リーグルール解説、前回のまとめはこちらになってます。さあ、それでは今回もやっていきましょう。するしない。さあ、続きまして第3章ですね。競技の進行。第1条、在と地位者の決定。事前に審判が失敗したトン、ナン、シャー、ペイの4牌を対局者が引き、トンを引いた者があらかじめ定められた該当場所に着座する。トンを引いた者がそのまま地位者となり、それぞれが引いた風牌の通りに着座し、ナンチャ、シャーチャ、ペイチャとなる。さあ、この在と地位者の決定ですね。今こちらに牌が4つあります。この4牌を、事前に審判の方が、失敗して4牌並べます。この4牌を対局者が1枚ずつ取っていきます。で、取っていった時にトンを引いた方が今、こちらにはあらかじめ定められた、場所はチーチャマークを置いているところがトンということにしています。なので、トンを引いた方がこのチーチャマークが置いてある場所に座り、以後ナンを引いた方は下茶に、シャーを引いた方はトイメンに、そしてペイを引いた方が、上茶に座っていく。これが、在と地位者の決定を M リーグのルールとなっております。続きまして第2条ですね。競技の開始及び終了。対局日の初戦開始時は審判によって運ばれた麻雀牌2式のうち1式を自動卓内に入れ、1式を卓上に置く。それ以降は卓内にある1式を取り出し崩した後に開始する。2番。競技は地位者がスタートボタンを押した時点で開始とし、1局の開始も同様とする。3番。上がりまたは離局あるいはチョンボによる終局をもって1局とする。途中離局はない。この途中離局はないというのはですね、たまにあるんですけども、例えば積もってきて9式9杯あったら離局してもう一回山を崩して始める、あるいはトリプルロンとかですかね。トリプルロンや第1打に、同じ杯が全員に切られた杯、数風試練打とかは一般的に途中流局になるんじゃないかっていうのもあるんですけども、 M リーグルールでは途中流局は一切ないという形になっております。4番。半チャン途中で持ち点がなくなった場合でも最終局が終了するまで続行する。要は黒棒が出ても、黒い棒を使ってマイナスで2万5000点棒がなくなったとしても、最後の何番何4局の 親の方が終わるまで、ゲームは続行するという形になっております。5番。予備の1万点棒2本がなくなった場合は高いから3万点単位で点棒の補充をする。続きまして第3条ですね。シーパーを呼び蓄杯。1番。シーパーに杯をよくかき混ぜる行為は開始時開局終了時共通で行わない。これなんですけども、僕が所属している最高位戦日本プロ麻雀協会では、対局の時に、必ずシーパーをしてから曲を流します。じゃあ実際にやってみますね。最高位戦の M リーガーといえば村上純選手のシーパイのやり方をちょっとやりながらご説明します。とこういう風にですね、灰を混ぜてから、落としてっていう風なのがシーパイというんですけども、 M リーグではこのシーパイをしなくていいと、灰を混ぜないでそのまま入れて大丈夫という形になっております。2番。対局者は各終了時に速やかに宅内に牌を流すこと。これはですね、上がった時に自分の上がりを、いや美しいこの役満はっていう風にずっと見ていてなかなか流さないとかではなくてですね、上がりが発生して展望をもらったら、親の方がボタンを押した時にも牌を速やかに流してくださいという形になっております。3番。対局者は開始時の地山を井桁組に組む。これを蓄牌という。じゃあこれは実際やってみましょう。さあこういう風に上がってきました。そうしましたら、井桁型に組むと書いておりますので、要はですね、ちょっと右の斜め前に全部の戦士の方が、山を出す。これが井桁型組となっております。これはなぜやるかというのは、皆様選手全員が取りやすいように牌をちょっと前に出してあげる。これは、麻雀のマナーということで基本的な大事なこととなっております。4番。蓄牌時に山を崩した場合、状態によって罰則の対象となることがある。山をこうなった時にわざとじゃなくても崩してしまった場合、これは罰則の対象となること、というこういうふうに書かれております。第4条ですね。開門とハイパイ。1番。自動ハイパイを採用とする。2番。
開門とは、ワンパイの末尾と親の第5つもの場所を定める行為である。これも自動機能を用いる。M リーグでは、ワンパイの末尾と親の第5つもの場所を定める行為は、全部自動機能となっておりまして、ワンパイも14倍セットされて出てきております。3番、対局者はドラ表示牌の表示と開門が正しく行われたことを確認するまで、ハイパイを開けてはならない。4番、親は前行、2番、3番が終わったことを確認した後に第5つもを行う。5番、開門がされておらず、ドラ表示牌を表示、ドラ表示牌を表示されている状態で山が上がった際は、ドラ表示牌から左に3トン目で開門する。6番、開門がされておらず、ドラ表示牌も表示されてない状態で山が上がった際は、親が地7、かっこ地山の右から7トン目で開門し、ワンパイ末尾より3トン目上段の牌を表に向ける。このね、5番、6番も、ワンパイの時に、あるいはドラの時にご説明した通りとなっております。7番、親が第5つもせずに打牌した場合は、親の勝敗のまま割り放棄として進行する。さあ、この勝敗ですね。勝敗っていうのは極めて珍しいことなんですけども、麻雀プロ M リーグの特殊なルールとして最初にお話ししたんですが、 M リーグは自動ハイパイを用いています。で、本来の最高位戦だったりも、日本プロ麻雀連盟さんだったり、日本プロ麻雀協会さんだったり、麻雀連合さんも全てがサイコロでハイパイを取っていく形になっていて、ハイパイを全部取り終わってから打牌をします。ただ今回この自動ハイパイは、ハイパイは13枚出てきてます。なので親の方はこちらですね、第5つもしてからでなければならないというのが自動ハイパイの特殊なルールとなっていまして、この第5つもを忘れて、進行してしまうと、このままですね、さあ始まりました、1枚切ります。この第5つもをせずに1枚切ってしまうと勝敗といって、13枚が今12枚になってます。これだと上がり放棄のまま進行してしまうので、皆様もお気をつけてやってみてください。8番、親の第5つもを立ちが積もった場合は、積も牌を所定の位置に戻し、当該者は上がり放棄として進行する。9番、その他局の開始時に不測の事態が起きた場合は、状況に応じて審判が裁定を行うとなっております。続きまして第5条、親の順序ですね。親の順序は、ちいちゃより左回りに移動する。親の順番間違いは、発覚次第正当な親に直す。正当でない局は無効とし、その間に展望の授受があれば元に戻す。第6条、手配行為。手配行為は次の5種とする。積も、地位、ポン、官、上がり。2番、地位、ポン、官を行う際は、発生開示、手配とする。さあ、この支配行為ですね、チーポンカンを行う際は発生開示支配とすると書いてあるんですけども、これ一般的な方からまずやっていこうと思います。僕が思う一般的なんですが、まあ、上茶が切ります。この牌にチー、このように泣いてまず開示します。その後に打牌が先で、その後に支配をしていることが多いんじゃないかなと思うんですが、 M リーグではそうではなく、上茶が切ります、チー、開示します、そして持ってきます。その後に打牌をするということになってます。今これね、発生開示支配とすると書いてあるんですけども、まあ発生開示支配、最後に打牌ということが M リーグのルールとなっております。